では続いてはトコムコモディティフォーカスのコーナーです。ゲストをお迎えしています。御徒株式会社コモディティアドバイザーの千葉純平さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。千葉さんにはまた金のですね、はい、相場のお話を伺いたいんですけど、はい、その前にまずそもそも相場とはどういう形成をされていくのかと、はい、そんなような相場論についてですね、はい、最初にちょっと、交通整理をしていただける、はい、ということなんでお願いいたします。はい、分かりました。現在金融市場ではまとまった調整入りとなっておりますが、こういった時に必ずですね、いろいろな投資家の方々からなぜその銘柄を取り巻く環境業績などに何も変わりがないにもかかわらず値段だけが半分にもしくは3分の1に下がったりするのかというご質問が非常に多いものですから、まずは今日はですね、値動きと時間とそしてメディアなどの情報との関係の考察、こちらを前編で後半にゴールドの近況をお伝えできればというふうに考えております。まず最初にこちらのスライドの方をご覧いただきたいんですが、流動性のある相場というのは市場問わずですね、まずこのように3段上げ、そして5波動、3波動、3段上げというような動きになります。そしてこの期間がですね、縦が値動きを表しているんですが、横軸が時間を表しておりまして、最初にこの1の段階ではまだ取り沙汰されて売り材料も買い材料もない状況で、出来高も少なく取引も少ないというような状況なんですが、まあ、先々目端の効いた方々が玉を仕込んでいくというような段階ですね。そしてこの直近の1番から2番の動きにかけて、ここで売り方と買い方がちょっとした戦いがありまして、一回下がるかなというふうなところになるんですが、徐々に買い材料が出てくるというような形で、一気に2番から3番に値段が大きく上がると、この転換期という形になります。この丸3の段階というのがですね、その業界内でその銘柄が注目されるというようなことになりまして、この注目されるということは新規の買いだけではなくて、それプラスアルファ反対に空売りの玉も誘発するという形になりますので、ここでさらにちょっとまとまった売りと買い の攻防が見られるというような形になります。そしてここから3から4に転じるときにですね、売り方の買いが価値が決まったかというようなところで、実際にここからその銘柄の強い材料が現れてくるということで、相場が一気に5に直線的に加速していくというような形の状況になります。そしてこの5の段階でですね、新聞やテレビ番組などで特集などが組まれるというような形になります。ただその実際の値段といいますと、相場は常に先々のことを織り込んでいきますので、そのだんだん強い材料が消化しきってですね、物足りなくなったときにはどんどんある時突然相場が反転するというのがこの一相場の動きになります。そして今申し上げたのが、この通常の3ヶ月という期間でよくあることの5波動3段上げという展開になるんですが、通常であればここから下がるというような状況になるんですけれども、ここからさらにですね、俗に大相場というものがあった場合には、さらにここから角度がついて延長される形になります。 1,2,3,4,5 そしてそこから 6,7,8,9 というような段階ですね。この段階といいますと、もう非常に人気化しましてですね、特にこの7番目から9番目に上がるところなどはもう直線的に値段が上がっていくわけですね、うん、そして周りを見ますと、もう大相場としてもう投資額が7倍から8倍ぐらいになっておりますので、もうこのまま周囲を見渡せば永遠に上がり続けるのではないかというふうにすら思わせてしまう、超楽観的ムードが市場を支配します。ただその時には相場は常にここまで上がってしまうと、半年1年さらにはもっと先まで織り込むことになりますので、だんだん新たな強材料が出現してもですね、値段が反応しなくなってくるんですね、うん、そしてその時からある日突然相場が崩落が始まるということで下落になるという形が3ヶ月3ヶ月の大相場のパターンということですね、うん、そして稀にこのようにですね、さらにもう一段上にまして、上昇期間が2週間から4週間延長される時があります。この時はもうその相場の大相場プラスアルファで、外部要因で政治的な理由ですとか、そういった投資資金の状況によってですね、さらに応援があった時にはもう一段直線的に上がるということになるんですが、まあ、ここまで来た場合には上がれば上がるほどですね、その後の下げが大きくなるということで、下手したらこの1番や3番という形で行ってこいのような状況になるということがあります。ただこのよく大相場というのは悲観の中で生まれ、会議の中で育ち、そして楽観とともに成熟し、幸福とともに消えていくという、この9番11番というのがいわゆるテンプルトンが言う幸福の段階に入るということですね。
ただここで強調しておきたいことというのが、必ずしもですね、このメディアが騒ぎ立てるメディアがいやテレビ番組が悪いということではなくて、これはどうしても公平性を保つ以上ですね、制作期間の関係上どうしても2ヶ月から3ヶ月遅れて世に出るという形になりますので、これはメディアなどを批判するよりもその情報の受け手である投資家側のメディアリテラシー、こちらが強く求められるのではないかなというふうに考えている次第です。よってこのような形になりますね。やはり値動き、値幅というのはその単位やその時の市場の値位置によっても異なるんですが、ただその大相場というのは6ヶ月、ここが限度になることが非常に多いということになりますので、値幅もそうなんですがだけではなくて時間軸、こちらで見ることが非常に有効なのではないかというふうに考えている次第です。この6ヶ月というのは何があるんですか、根拠といいますか。これがですね、不思議とこの時期に合うんですが、やはり人間の記憶ではないんですけども、例えば今日の昨日の晩ご飯までは覚えてると思うんですが、3日前もしくは1週間前だと覚えてなくなると思うんですが、はい、この3ヶ月、半年という経つとですね、人間の脳の構造学上か分かりませんが、ずっとこれから、もう永遠に続くんではないかなというふうになる時期というふうになるんですよね。そうですか。はい。株式市場では昔からその信用取引の、ね、はい、期日が6ヶ月 で、 そうですね、それが一つの区切りになるんだ、だから取引もそういうことで形成されるんだというふうによく説明されたりはしてるんですけどもね。そうですね、これは人間の整理もあるんですか。やはりそうですね、商品の方でも期間が1年のものでもこういった形がありますし、そうですか。あとは今年の昨年の12月に上っ離れまして、そこから5月まで駆け上がって調整を迎えているドル円ですとか日経平均もこのに当てはまるというような形なので、何かしらがあるというような形に考えられた方がいいかなというふうに思います。まあ、3ヶ月6ヶ月って確かに、そうですね、区切りになりやすいですよね。そうですね、非常に大きな区切りになるかと思います。そしてここからゴールドの実際の値動きの方になるんですが、前回もお話しさせていただいたと思うんですが、今現在がですね、ちょうどこの部分ですね、1ドル97円前後で東京金が 1g4000円という値段なんですが、これが今後5年以内にですね、1ドル120円、そしてニューヨークの金が2000ドル超えた場合には7800円ぐらいまで上がるだろうというようなことをお話しさせていただきました。そしてその場合には現在から 1g あたり3800円 の、 伸びしろがあるわけなんですが、これは商品先物取引に換算した場合には単純計算で投資額の27倍ということで、2倍でも7倍でもなく27倍になる計算で、これが結構現実的な予測ではないかなというふうに考えております。ただちょうどこれが前回出演させていただいた時の6月の時点のチャートですね。ちょうど日経平均も為替も調整局面を迎えておりまして、このニューヨークの金も例に漏れず一度今ダブルトップからのネックライン割れということで、この上昇トレンドラインのこの辺りですね、1250ドル前後、ここでの攻防があって、そこからの反発が望ましいというようなお話をさせていただいたかと思うんですが、これが6月時点なんですが、今現在がこちらですね、ちょうど8月、きれいにこの上昇トレンドのところで止まって、今現在この値固め中というような状況になっております。そしてここで大事なことがですね、先ほど上昇相場でも半年というふうにお伝えしましたけども、このニューヨークの金も下げ始めて半年が間もなく経過するんですね。そうですか。はい、なのでニューヨークの金がもうなので市場には強気な意見はほとんどなくてですね、弱気な意見が蔓延しているんですけども、その中でこの上昇トレンドラインで半年経過したということであれば、ここから秋口からにかけてですね、一相場あるというふうに考えている方がよりいいのかなというふうに考えております。ではここで反騰した場合にはこのような形になります。ニューヨークの金はちょうど2003年から8年までの5年かけて、そして調整、また2008年から13年にかけても調整という上がってから調整という形になるんですが、ここで上昇した場合にはですね、冒頭で申し上げた3段上げ、5波動3段上げの動きの3段目、最も値動きが大きい段階が月足レベルで現れるというふうに考えております。その場合には期限としては2018年、その時にはニューヨークの金は2000ドル優に超えているのではないかというふうに考えている次第ですね。そして東京金、さらにこの為替も円安120円目標という形になっておりますので、それも支援材料です、ちなみに20円円安に触れた場合にはそれだけでも 1g 1200円の上昇幅が見込めるということなので、先ほどの3800円というのは現実的かなという、日経平均も同様ですね。そのためこのように東京金も今後ここで反発した場合にはですね、大きく上昇していくのではないかというふうに考えておりますので、結論としましてはこのようにドル円が年単位で円安転換したと判断しているため、ニューヨークの金は1200ドルプラスマイナス50ドル前後で、そして為替が95円前後の時には素直に買いが望ましいというような形ですね。
前回は2、3ヶ月はちょっと金融市場全体が怪しいということで、うん、様子見というふうにお伝えしていたんですが、このだいぶ期間が絞られてきましたので、この8月9月ここの安値は素直に買いがよろしいのではないかというふうに考えている次第です。その反転のきっかけとなる、はい、まあ、材料というのはどんなところに求められますか。はい、これはそうですね、現状を探すのは難しいんです。ただやはりこちらでも申し上げたように鉱山会社の参勤コストですとか、あとはアジア勢の実需買い、ここが非常に強いということと、やはりインフレ懸念云々ということですね。ただマーケット、株でもそうだと思うんですが、常に情報がちょっと後から出てくることの方が多いんですよね。値動きが始まって、そこで注目を浴びて、そこから後付けということはちょっと不適切かもしれませんが、後で情報が追ってくることの方が多いものですから、あまり状況に関しては気にしてませんね。特に、はい、確かにそうですと、その誰かが買って株価が動かない、あ、株価じゃないですね、市況が変化しないとよくわからないということですよね。そうですね。でその誰かが買う、そこを動かすものは何なんでしょうか。ここがやはり潜在的な、こういったゴールドで言えば参勤コストですとか実需の買いです、本来の価値ですね、はい、ただそれがスポットが当たらなくなってしまうときがどうしても3ヶ月半年下げ続けたりするとなってしまうんですけども、常に潜在的には買い材料と売り材料というのは同じ量あるはずなので、はい、そこの部分がどこにスポットライトが当たるかですね、はい、その場合にはやはり時間軸、ここは非常に、はい、ここは非常に有効だというふうに思ってます。まあ、相場の時間軸ということですね。そうですね。それはテクニカルな面でいうと、常にそういう部分が相場のに大きな意味を与えてんだという、ね、ことなんですか。つくづくその渦中にいた場合には永遠に上がり続けるんじゃないかと思わせる相場でも、結局は3ヶ月半年後には、結局あの時は天井だったんだということはもう何十年と繰り返しておりますので、やはりこの時間軸が大事かなというふうに考えております。わかりました。はい、ありがとうございました。エトコムコモディティフォーカスのコーナー、よかち株式会社コモディティアドバイザーの千葉純平さんにお話を伺いました。